とっととタスクを順番に進めていかないとさ、ストーリーが進まんよね。まあ、ストーリーが合ってないようなもんだけど。凍結のやつ。つかこのスナイパー面白いよね。マガジン横についてんよ。で、横付きってなんか変わってる。ワールドウォー2。それとりあえず近くの契約気にしちゃったけど。やろうぜ。俺はもう早速スピードコーラを。うん、頭に当てねえと。めんどくせえな、このデイリー。ああ、てかそう、レベル3エリアに行ってさ、見事にボコられた俺だから言えることだけど、うん、あの、パックアパンチレベル3だけじゃなくてさ、武器のレアリティも大事だね。あ、やっぱ大事？大事か、下手くそすぎ。もうね、なんか全然レベル3にさ、強化したのにさ、うん、全然解けない。あれ、ああ。武器のリアリティ上げるやつ。で、タスクで手に入るもん、大体。まあ、そうだね。あの辺も略図があるとありがてえなって感じ。うんうん。あ？おお、こいつらゾンビじゃねえやん。つか、傭兵のさ、弾普通に痛いんだけど。わかる。切れそう。あいつらに一番殺されるわ。ヒューマンはお呼びじゃねえぞ。ちょっとボタン触りにく。オッケー。トラックがさ、止まってる方向のさ、あ、開くんだ。そう、2回押せば開く。あ、そうなんだ。あ正直このタスクは楽だからありがてえ。そう、ヘリ来るけど別にだよな。うん、めちゃくちゃ頑張れば落とせるんよな。この前野良で遊んでたら野良の2人が見事に落としてた。落とした、落としてた。でもあのヘリクソエイマーだから。それそれ、あ、近いは回収地点。もう楽なタスクをどんどんセットして金稼ごうか。防衛系とかがね、だるいよね。コスパが悪い。防衛だるいよ。防衛だるい。はい、終わり。スピードコーラ感。アンコモン強化アイテム。アンコモン強化アイテム、いいな。タスクなんかある。あるじゃん。だって俺、ステーションが何セットしていたデイリー、どれも完了してないのに完了したとか通知が出たんだけど、どういうこと？待って、どういうこと？え、じゃあ俺今セットしてる武器アンロックできたから今デイリー進めるの損なんだけど。どういうこと言われても、デイリーはあ、え、ちょっと、はい、帰宅してもいいですか、自分。こんばんは、お邪魔します。しょうがない、初見です。わわ、右上ハコットの神宮見さんですよ。初見は嘘なんよ。こんばんは。これ全然神じゃないです。え、この道13年くらい、その腕前はどこへ。こんばんは。どっか行った。こんばんは。あ、せっかく俺スピードコーラとか使っちゃったから帰るのもったいないな。金貯めるか。どっちみちゾンビタスクはね、やんないといけないしね。うん。ね、そのデイリーはどういうデイリーなの？残ってるの？装備キル15回達成、凍結ダメージで30キル、スナイパーライフルを使用してクリティカルキルを75回達成ってなってんだけど、ここに載ってない、ここに載ってないデイリーがなぜかクリアしたと通知を出て、おまけに今、このスナイパーで何回かクリティカルキルやったけど進んでないぞ。バグってる。またバグってる、デイリー。クソゲーや。じゃあもう AMR アンコモにしよう。なんか重かったりしない？こっちの環境問題かもしかして。
重いって回線が？ゲームが。いや、なんともない。じゃあこっちの問題行こう。あ、これ傭兵やってくるぞ。中濃い中。そう。傭兵めんどくさ。そう、傭兵めんどくさい。はい、扉すり抜けてった傭兵。フレーム若干飛ぶんだよな。設定下げたら？俺下げれる設定なんかに。ドライバーアップデートしたらゲーム軽くなったんじゃなかったの？なったんだけど、なんだろう。いや、今タスクマネージャー開いたら激おもなの分かりきってっからな。あなたの PC 事情は知りませんがな。え、傭兵は扉を開けずに扉をすり抜けてくるというの？何これ撃たれた。わあ、立って傭兵。なんかさ、傭兵の動きに一貫性がないんだよ、うん、全然プレイヤーの方に向かってこない。よく傭兵になれたな、お前ら。よく傭兵になれたな。シールドやり、レベル3アーマーぐらいどっかで見つけて持って帰りたいな。ね、ゾンビモードさ、レベル3アーマーのドロップ率結構低いよね。あんま見ないよ。あんま見ない。マジで見ない。一応ストアで1万円で買えるぐらい。そうなんだ。そう、通貨3のエリアではそんぐらいの値段で買える。ちょっとあのガクつくっていうかラグいな、ここ。あ、いて。クリッション。あ、俺、壊れちゃった。何の音？これか。はい、終わりと。ライブで伏せ打ち状態になる。何それ。ちょシールドさんが、ちょっとなんか面白い手に入った。何これこれ。あれでもそれさ、ゾンビモードにそういうドリンクなかったっけ？あったっけ。これ初めて見たわ。あったと思うよ。マジか。うん、あ、ダイブしたら爆発するやつ。地味に便利かもしれない。縦傭兵に突っ込めるこれ。あ、ウェポンレイドやるか。いいよ。何の任務がめんどくさいんだっけ。エスコートだ。エスコート。あ、そう、エスコートなんとかだね。そう、あれ遅いんだよね、進捗が。そう。めっちゃ敵も湧くしね。うん、そう。あれソロだと割と失敗しやすいしね。まあ、持ってる武器によるか。単発スナイパーはきつそうだね、明らかに。スナイパーはきついわ。うんうん。目撃2プレート、リュクサク中、うま。え？なんかなんとなく入ったトラックの荷台が激うまだったわ。あの、その辺のさ、このダッフルバッグとかさ、あるじゃん。あの、これ以外でも、傭兵コンテナがあることあるじゃん。あるね。傭兵コンテナのちょっとそのレア度の高いやつは、なんか近くにそのコンテナがあるときに、てん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 とかなんか鳴ってんだよね。何それ。音が。そう。そう。だから、注意深く聞いてみて。スマホの着信音みたいな音がね、聞こえてくることがあるから。
わお。聞こえたら。エーテルコンってな。ガーマ巻いたら。それ。わお。悪く死体がこっちに向かってくるぞ。悪く死体。僕まだムーニのマップで戦えてないのですが、プクバン派まだ実装されてないのでしょうか。実装されされてるよね、うん、ただノーマルのマッチメイクにモダン2マップが含まれてるのかちょっとわかんないです。あ、まあそれ確かに。モッシュピットではあったんで、少なくともそういうことなんじゃないかな。モッシュピットでしかまだマッチしないとか。言われてみれば我々だってモッシュピットでしかマッチしてないよね、モダン2マップは。うん、確かに。ほう、ちょっとゾンビが空中から湧いてんだけど空中から湧いてる。空中で地面から顔を出してるっていうなんか謎の現象が起きてる空中から地面から顔を出してる。そう、空中からね、地面を掘ってね顔を出してくるよこいつら。変なの世界。なんかヘルハウンドのほうがバグって。なるほど、今までクイックプレイでやってました。ダブル、なるほど。モッシュピットしないと今は多分できないかな。またこいつ空中の地面を割って出てくるゾンビ。ヘルハウンドが出てきたであろう場所にずっと炎が飛ばれてる。まああの物資を運ぶ契約が一番楽でいいな。さっきの車運ぶやつとか超楽だ。時々あの遠くを要求してきたりするけど。ああ、武器はうち。あ、ランダム弾薬モッドだ。え、これ凍結することあるから。あ、それワンチャンつく、ワンチャンつく。完全にランダムだけど。何ついたかわかんねえか。いや違う、これはね、敵を撃ってる時にランダムの効果が発動するやつだから。あ、そういうこと。そう、だ運よく凍結効果がつくかつかないかってとこなのよ。あはは。E6 ヘルフ。 E6 ヘルフどこでしょ。 E6 レベルにエリアじゃねえか。ああのこの人らだ。はい、映ってねえよ俺。これもしかしてピンのバグ起きてウェイトミーって言ってるよ。ウェイトミーいいな、こういう協力プレイができるよ。ちゃって協力。でもね、L3 エリアは、L3 じゃなくて、レベル3エリアはね、助けに来てくんないんだよ。ちょっとね、人がそもそもいねえから。多分このタスクも楽。多分楽でしょ。これレベル1だし、所詮は。頼む、凍ってくれ、ゾンビ。凍ってくれ。でもこれヘルハウンドもさ、凍結させねえといけねえからさ。そうだね、やっぱ専用モッドがねえとね、このタスク終わんねえと思うんだよ。おや、なんか微妙だな。下来いや。ちょっと下落ちる。しゃあねえ。例えばこの前野良でレイガン使ってる人いたんだけどさ。 あいたんだ。俺らまだレイガンゲットしてないよね。いや一回も見たことない。ドロップ率低いのかな。普通にドロップっていうか、あ、ちょっとハウンド多すぎ。いてガチャで出ると思うけどな。あ、ちょっと、はい、いて
頑張ってたな。お、やべやべ。そう、一体仲間になっちゃった。これは、デスパーセプション、スケールドリンクだ。ボス殺すやつあり。オッケー。俺も満溜まったな。あとちょっとだな。俺はサボりすぎてるから。いくぞ。サボるな。仕事しねえと給料やらねえぞ、この世界。資本主義社会だから、ここも。資本主義。そういえばね、シーズン1のね、ああおちょ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 、弾みすぎ。なんか音バグってね。嘘？大丈夫か？ゲームの？いや、俺は大丈夫。この車、ゲームのっていうか、この車の音が変。マジ？俺普通だ。マジかよ。ずっとボボボボボボつって言う。シーズン1始まったらね、ウォーゾーンがね、このマップになるらしい。このマップになる。うん。ミミックね。あ、傭兵コンテナ。あ、ちょっと来てや、ちょっとこっち。ない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 。これが傭兵コンテナなんだけどさ。あ、待って、これ。開けちゃったらもうならない。何もなってね。開けちゃったらもう音ならねえんだわ。ダメじゃねえかよ。どんまい。じゃあミステリーボックス一回だけ開けていこう。ちょっとまだアンロックしない武器だったから、これも持ってきたよ。これスナイパーだ、ね。一回だけ引いちゃおうか。レイガン当ててくれ。レイガン。出たらいいな。クラスターマイン。あ、やべえ。あ、ちょ、俺の迫撃があったとです。消えたかと思った。ああ。弱いだろ、絶対。これダメだ、デイリー進んでね。バグってる。まあ、今進まなくていいけど。ちょ、スコープでゾンビでやるのめっちゃやりづらいな。え、ミミックがこんなとこいんの？いたら迫撃表見舞いしてやろうか。レベル差いかない。いや、そんなの必要ない。ミミック。いた。あれ、こいつミミックじゃなくね？誰？こいつミミックってことでいいの？ミミック。あ、いて！ちょっと助けて！あー、ちょっと、それ。こいつ高速入る。あいつ何しん？はい、危ね。あ、ちょっと助けて！はい。これ楽だわ。デスパーセプション。ナパームバーストっていう。違うんだよな。氷結じゃなくて、氷結が欲しい。ニプレターある。あだす。氷結が欲しい。違う、凍結が欲しい。エリア内のエーテルエキストラクター全部無効か、ちょっと面倒いけどやる？あ、やっちゃおうぜ。だってそれ、トロフィー投げるだけでしょ。そうだったっけ？あ、違ったっけ？あれなんか傭兵が守っててめんどくさいやつだった気が。あれなんだ？陸中あるよ。え、あれ何？え、あれ倒せるよ。空にスナイパーを撃ってんだけど。あ、死んだ。傭兵キル。今の傭兵は空中浮遊するのか。あ、バック。UMA。すげえな、傭兵。これ多分傭兵が待ち構えてるやつだよね。そう。まあ役割分担いけんな。じゃあこの断崖絶
匹。登れねえのかよ。当てれない、当てれない。おまぎーちゃん。あ、やべ。もううざすぎ。ガスガスガス。あれ解除してたらガス投げてきてさ、ナイフは突ってきたのマジで気持ち悪いんだけど。まるでプレイヤーみたいなこと。あ、ほんとマジでプレイヤー。危な。ちょ、傭兵をさ、まんべんなく倒さないで、こいつら意外とってか突然神エイムかましてくんだよな。あ、じゃあで、傭兵のヘリある。やべやべ、ナイフは来てる。解除。しばくぞ、傭兵。ああ。はい、これでよし。あ、言うの。もうエスコート系タスクはめんどくさくてやってらんねえよ。あ、あの、だいぶ爆発ドリンク来てる。これさ、使い道ねえよな。略図ゲットしても。あんまり。なんかないでしょ。うん。今、傭兵襲撃に行く当てないよね。ないよな。ない。これってめんどいタスクだっけ？ステーションガード、それは、そんなに。あれ、いっぱい襲ってくるけど、ずっとそこにいて、耐えるだけだから。確か。やっちゃおうか、うん、これやってとりあえずレベ1パックはパンチしたい。近くにあるし。うん、あ、よりいい。結構箱あるから。てかこのボールバックできるようになるドリンク、はい、最高、うん。これめっちゃいいよ。うん、もうマジで良すぎる。ちょ痛すぎ。痛すぎ。あ、ちょ痛すぎ。死ぬ。なんでここんな傭兵ベースだからか。そう、こういうことでしょう。GPU でも落ちてねえかな。GPU。私の見立てではあそこに装備が入ったコンテナがある。どれ。ゾンビの世界で GPU。この世界で高く売れるアイテムってなんだ。パンチ3にするやつとか。めちゃめちゃ普通なこと言ったもん。まあちょっと右の方やってきて。あ、はい、思ってたのと違ったでやってやん、これ。まあでもこれもまあ そんなかからずできるじゃん。傭兵が襲撃に来るぐらいだ。そう、うわぁ。お、ちょ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 。お、何してんの。これは俺のもんだ。突然の回転寿司。回転寿司。あれ、このブザーって何のタスクやってる時になるやつだっけ。
わかんない。あ、マックスアーモー。ナイスすぎる。ここ傭兵来るからよろしく。嘘。あいつら勝てんだもん意外と。アーマー来てるもん。生意気だな。生意気だな。ふらついてない生きてる敵が。あ、ちょ、傭兵来てるって。あ、そっちだったっけ。この中で。ちょ、何もね、気にしてなかったわ、そっちのこと。何ナチュラルに引き殺そうとする体勢に入ってた。引いて遊んでようと思ってたら。ここ前さ、傭兵さ、地面の中から撃ってきたんだよね。ねえ。で、今さ、ウォールハックパーク飲んでるから、地面にいても。余裕よ。打てないよ、埋まってる敵は。そのまま。確かに。僕だるいな。僕だるい。サーマルでもつけてこようかな。あれ？あ、下手くそ。マスパット足り。あ、いた。ああ、ほら、もう待ってるもん、こいつら地面に。いた！ちょっと、こいつ、埋まってるやつにやられた。待って、これ下にさ、縦埋まってない、もしかして。いや、それかもしれん。じゃあ、下来ない方がいいかも。あれ、無理。ちょ、死なんだよ、死なんだよ。無理。最悪だな、あれ。ここ最悪だな。前もバグったから、ここやん、クソだ。撃ってきてる場所は分かるんだけどさ、やべ、動けなくなったここ。ああ、足が上に曲がる。足が上に曲がる。ああ、ちょっとコンピューター壊されてる。うん、どれ。とりあえずそこで耐えて。耐えてるけど、なんか飛んできた。そのフィールドアップグレードなんだっけ。これは敵のヘイトが全部こっちに向かってくるのと、使った瞬間アーマー全回復するのと、敵にダメージを与えるとアーマー回復する。地面に埋まってんのずるすぎだろ。あれどうすんの。てか残り時間出てなくね。地面下から敵が来るとか言ってる。マジでしたよ。え、これと、ああ、いる。頭見えてる。あ、やった。リングだよ。あれ、ちょっとこれやりたいんだけど。おー、ナイス。あ、いける。この地面も。くっ飛ばせ。あ、いけない。あれ？ちょ、死なないで。あ、ちょ、死なないで。無理なんだけど。あれ取りたいんだけどさ、半端ねえなこいつら。ずるじゃん。不正だわ。あのなんかちょっとだけ入れてヘルメット打ったら殺せたけど。あ、縦真下に埋まってるわそれ。うん、埋まってる。巻いて。それアーマー忘れがち。あんま巻かんとマジで一瞬で死ぬから。報酬取りたいし。で、下まだ立っているよ。いやー、やれない。巻いて。どうするそいつ。邪魔くさいこいつ。あ、なんかあったけど、取れた？巻いて。取れてねえじゃねえかよ。先にあいつ倒した方がいいよ。そうなんだけどさ。頭出てないんだもん。打ちようがねえよ、しゃがんでるから。CG の初期のなんか悪質なグリッチみたいなことやめてもらっていいっすか？
巻いてくんね、せめて。巻いて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 、死ぬ死ぬ死ぬよ、それ。せめて立ってくんないと打ちようがないんだけど。で、俺、近くで死んでるんよね、それ。あ、ちょっと。よし、ウォールハックなかったらさ、完全に死んでて、俺。それはそう。この、神パークのおかげで。これ、守ってるって。貫通できない、それ、横から。縦に当たってる感じもしない。うざすげえ、そいつ。ちょっと手出してるじゃん、右。そこ打つしかないんじゃない？ほら、いい感じに右手が見える場所にピークできないんで。スナイパーしないと貫通できなさそう。俺ね、いい感じの場所に行けないんだよ。こう行くと落ちるっす。木箱ここして貫通。あ、おお。あのクソキモいのようやく。あ、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる、ゾンビ来てる。マジで。マジで。これ一番難しいじゃねえか。なんだよ。あ、そうだ。TI1 タスカだ。あれ、待って。え？あ、聞いてあれ。ああいや、あのクソ守護神によって阻止されてしまった。二度とやんねん。二度とやんねん。そうこうしてるうちに残り13分だし。金は結構パッカーパンチ2まではいけるよ、もう。せやな。まあ、2レベエリアぐらいなら行くか。てかそう、2レベエリアに行ってとっととパンチしないとさ、めんどくさいよね、硬くて、敵。そう、そうそうそう。パンチどこだ？このパンチどこなの？上？上か、これ。あったあったあった。よし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 。2エリア行くか。2エリアパンチはこれだね。違う、これレベル3だ。違う。ヘルプミー。俺なんかピンのバグかなんかで見えないからわかんないんだよな。バグまみれや。この辺車両がない。ああ、なんかいる。なんかいる。おい、なんかいる。ちょっとレベ2エリアに入らないぐらいの際でパックアパンチ目指そう。あれ？何？どうした？二人並んでるゾンビを片方撃つじゃん。はい。もう片方はショック死したわ。感情のあるゾンビでしたか。感情のあるゾンビ。ちょ、地面に埋まるゼンビ、ゾンビと傭兵。全然ゼンビじゃない。ゾンビと傭兵は勘弁してほしい。地面埋まってるのマジで悪質すぎる。マジでグリッチやん、もうそんな。あ、まあ、レベル2か、ここ。まあなんとかなるだろう。まあ、まあ、これさ、ゾンビ相手にも SMG 弱いんじゃね？いや、レアリティだと思うね。レアリティ？これ今アンコモンやね。俺もアンコモン。多分アンコモンじゃダメね。救急割れって言ってるよ。救急割れ。そもそもどこで死んでるプレイヤーかわかんないんだけど。そう。ピンがないからわかんない。妖精出したら見えてないっていうか、見えてないっていうか、映るはずなんだけど。そう。
映ってねえぞ。あ、で、そう、今さ、3エリアに2人いるけどさ、プレイヤー。うん。あの、いるね、タレットが動いてるじゃん、一緒に。2つぐらい。あるある。あれね、結構重要らしい。あのタレット、動画かなんかで見たけどね、すげえ強力。なんかあれを動かすためのなんかってアイテムとかあったんよな。金じゃね多分。金なのあれ。あ、わかんない。あ、待って、なんかボスついてきてる。キモいキモい。ボス。ミミックやん。そう。ちょ、パンチしちゃいたい、さすがに。そう。なんかある。あ、これブラックホールマジで強い。でさ、レベル2エリアでとりあえずさ、なんかできそうな任務やってさ、略図とかさ、なんかいい感じのモッドゲットして帰りたい。わかる。なんか、あの、何の成果もありませんでしたみたいな、嫌だな。うん。多分、この辺の任務の方がいいもん出るんでしょ。エリミネートバウンディーある。あっと。火力を見ようじゃん。そんなだな。まあまあ、ちょ無限に助けてほしかったんじゃねえか。おい、座標を言え。あ、これパッカーパンチしたらアイアンサイト壊滅的に見えなくなったんだけど。あ、ちょっと待って。これたまたま撃とう、たまたま。これいいアイテム出てくることあるし。俺もたまたま撃つか。たまたま撃とう。アイアンサイトがね、壊滅的に、ま、見えねえ。俺もアイアンだから見にくいんよ、これ。ゾンビ邪魔すぎ。硬え弾。ねえ。あ、待って、別のボスいる。バングラーいる。バングラー、ナイス。オーブ破壊。エーテル2でエピック。やったぜ。いいじゃん。エピック、でもエピックレアにしないとダメなの、まず。あ、そうなんだ。へぇ、いきなりエピックダメなんだ。そうそう、いや、多分。いや、わかんない。あ、いける、いきなりエピック行けた。あ、いける。あ、ちょっと俺の入っ。え？何もなかった。ここに、ない？ガスマックだけ落ちてる。どういうこと？じゃあ俺が全部取ったわ。まあいいでしょう。俺が全部取った。じゃあ俺せめてこれ欲しいんだけど、登れねえこれ。はい。あ、ちょ、登れで、もういいや。あ、なんか近くのプレイヤーって俺初めて出てきたわ。レベル3エリアで死ん、消えたよ。消えて。え？マジ？レベル3エリアで死んでるプレイヤー。あれってか、さっきまでプレイヤー2人映ってなかったっけ？どっちもいなくなっちゃったね。お亡くなりになった。うん。それエピックってことはさ、いわゆるそのレイガンと同じティアの武器になるってことよね。あ、いや、紫。あれ紫？うん、エピックは紫。ああ、オレンジってレジェンダリーだったか、あれ。じゃあね。わあ、ちょっとしげ。プレイヤー。すげえ。アイアンサイトマジでうんちすぎる。でもこれ見にくい。おい、感覚で丸の真ん中を狙ってるだけど。いやいや、船沈んでね、これ。なんかありそうだよね。あ、なんかある。ほんとじゃん。ニプレートアーモ。そんだけ？あ、なんか武器も入ってたけど、別に。これだけか。バイバイ、息が。そこで死ぬのはしょうもないから。つか犬小屋ね。あるある。ね、ゾンビの肉取った？取ってない。
あれ、ゾンビの肉拾ってれば。意識しないと拾ってない。ね。あ、マックス、あ、もう。あった。あ、こいつ？うん。あ、買った。いいぞ、ヘイト買ってろ。買っていい。あ、買った。ガチ買ったよ。カッチカチやぞ。いて。もう燃えろバカ野郎。俺ちゃんと頭狙わないと。オッケー。よし。なんかいいのワイヤーかな。レベツいらね。そしてまたナパームバーストだ。ちょっと弾あるよ。ほんとだ。ちょ、弾やりに行くかね。弾やろうぜ。シンバルも。あ、ちょ。やだこれ。スナイパーの M 力が試されるやつじゃない。あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ。あ、ちょ、クレート射撃かこれ。全然当たってねえぞ、お前。なんかだんだん離れていったけど見えねえ。ないない。しかもさ、これ撃った場所をよく見たらなんか落としてんのね。あ、そう、ね、100円ぐらい落ちてる。100円かしょっぺえな。これ50円だった。ちょっとたまたま渦巻いてね。渦巻いてる。200円。ちょ、ライトアマゾンビが。打ちにくいな、ここ。見て。あ、壊れた。あれ？壊れたか？壊れた。壊れてる。あ。あ、これブラックホール投げるやつめちゃくちゃ強いよな。それ強いよ。ただ、それ一度でも、リーサルから外すと失われるから、次回もそれを持ってきたいならね、いじんないことだね。なるほど。いや、わかんない。ひょっとしたらいじんなくても勝手に次回の出撃時変更してなくても消えんのかもわからんけど。おおおおおおよ、ロックウッド300いらねえ。ちょ、俺はいらねえ、あげる。え、いや、今渡されてもな。ゾンビのロックウッドは弱いと思うんだよな。2発しかねえもん。あの、トレインして撃つのは強いかもね。うん、それは強いかも。これがカーゴデリバリーある。あ、楽じゃん。あ、ちょっと待って。聞こえるこの音。よっしゃ。ちょっと待って。ああ、これ。そうそう、そういうこと。バック大。うま。ずる。じゃこれがその傭兵、傭兵コンテナの音だから覚えといて。忘れてもいいぞ、なんなら。根に持ってるよ。忘れてもいいぞ。おに刻み込まれた頭。忘れてくれ。あ、これまた傭兵が守ってるやつだ、入り口だけ。めんどくさいやつや。あ、俺切ったね、駐車場。あ、何グレ投げてんのお前ら。いった。臭い臭い。あ、臭い臭い臭い。出せ。で、どこに。右か。道わかんねえ。待ってね、あ、いや、あの道、とりあえず道なりで。あ、とりあえずあのこっちの方を普通に目指せば OK。 あー、ここまっすぐ行ってもいいし。ああ、この辺りで右曲がればいいかも。あ、ちょっと遠いわ。橋渡るとかは特にないから、まあ、okay、適当に行けばいいわ。
目の前のあの道。ホロランでやって欲しかったな。右でいいよ。ソロラン。右。次の交差点左。ほぼ。あのヘリ。あのヘリ。はい、オッケー。おお。あ、よくず来た。あー。サンプレートアーマーと略図来たわ。これ何の略図だ？俺未加工のエーテルクリス。俺もちょっと待って。これ持って帰んないと分かんないってやつもしかして。そうそう、あーかもしんない。帰るか。死ねねえな。あれ、この回収地点今使われてんのか。てかもう時間切れて今だよね。汚染が始まってる。あれ、回収地点なくね。全然左上しかねこれ。どういうこと。とりあえずあの灰色になってる回収地点行く。あ、いいいいよ。ちょっとピッピンお願い。あの消えちゃう。あー、出ないやつか。うん、方向合ってるこれ。合ってる。合ってる。この回収地点でも使えない回収地点。脱出したばっかで今クールタイムとかじゃないのかな。ああ、あ？クールタイム中じゃね？クールタイム中なのか。それか今か汚染地帯近いから死んだとか。ああ、なるほど。でも他にないんだけど。え？どういうことこれ。あと左上のだよね。ないよね。ある。ないよね。あ、でも生き返って。あ、生き返って。よしよしよし。あ、びっくりした。ここゾンビ湧いても狩りやすそうだな。うん、いや、なんかバグりそうな気がするけど。ない。そう、我々回収ヘリバグらせたことあるからさ。ね、怖いことやめてほしいよ。てかもうあんまりプレイヤー残ってないので。だ、これ強いな。はい。これいい感じの略図だといいな。そうでもなく、ね、ヘリ来たわ。あ、今回普通に。てかさ、ゾンビ湧くのこんな少なかったっけ。調整されたんじゃね。調整された。あの経験値的に武器のやっぱずるいっていう話になったあれ。うんうん、うん、よし帰るぞ。ゾンビなんかヘリ乗ってきてね。乗ってくるよ。乗ってくる。帰りてんだわ。はい。よし。あの、右側に2パイルっぽいんだけど、あの2人帰るの大変じゃね。あ、どうすんだろう。あまりにも回収視点がなさすぎてビビったよ。ビビった。どう。え、これウルトラって書いてあるけど、なんだい中身は。気になる。この画面では略図を回収としか出ないのか。だね。なんだ。そのまま未加工のエーテリウムクリスタル、あの射程エピック武器にできる。
なるほどね。あれか。所定エピックいいな。所定エピック？あ、違う、これパッカーパンチレベル1。ああ、そうそう。ああ、完全に忘れた。だからこれ使ったら、レベル1はもう所持した状態でいけんだ。楽ちんだな。だけどこれ、クールダウン8時間だね。長い。長いね。いやでもさ、レベル3マジで病死するからさ、あの、しばらくのムーブとしてはさ、その任務で金貯めて、で、レベル2エリアの任務もやりつつ、そこで略図ゲットして帰るがしばらくのメタになりそう。あとどっか、なんか、自販機でさ、ジャガーログとか飲まんと。そうやね。自販機もさ、要求する金がちょっとな結構高い、結構高い。飲みまくるで。で、ちょっと今凍結モッドをつけたから。はい、あ、オッケー。それワンワンも倒さんと。はい、これさ、レベル1エリアでパッカーパンチしちゃったもんだから、凍結する前に死んでる気がするな。何？パッカーパンチしたのはミスだったかもしれん。レベル2エリアかな。ちょっと金ため、そのうち終わるだろうから、どうせ、とりあえず、金ためよう。そっか、レベル1ゾンビ、そんな強かねえから。そうそうそう。溶けちゃう。たまに凍結入って倒してる。バウンティーハント契約があった。あ、そうだ。あのさ、いや入ってねえな、まだ。うん。この建物の小ネタ知ってる？知らん。実はね、あの建物の中ね、スナイパーがいるの。あ、ていうかさ、ちょっとここ見て、ここ。ここへ移動する。なんかレーザー見えるじゃん。あ、いるいるいる。ちょっと中行こうぜ。外から撃たずに、中に。危ない。おお。クソか。こいつトラップ仕掛けてるから注意。あいつ外側から撃つとね、相手、うん、すぐ身を引っ込めちゃうんだよね。なるほど。もしかしたら他のこのフィールド上の建物にもこういう一般傭兵がいるのかもしれない。あ、ちょっと待って、行き過ぎたわ。行き過ぎたわ。あ、いや、大丈夫。やったやった。ちょっと待って。何？見て、こっちの廊下ね、セントリーガン設置した。これ上から降りるのが正解でしょ。倒しちゃった？うん、倒しちゃった。なんかドロップした？あの、H7 に送信と、あとロング棒。これこれ。それだけか。うん、H7 が未だによくわかんねえ。将来的なタスクかな。そのうちわかるんじゃねえかなっていう。それかイースター行くかもしんないし、知らんけど。え、こんなのが？こんなのが。これ契約の場所がわかりにくい。あったあったあった。まあ今パンチワンだし、秒だな。なんか、凍結弾薬もっとタスク進まねえよ。いや、それ、死ん、絶対弱すぎて、敵が弱すぎて死んでるんだと思う。いや、凍結入った表情出てるからさ、進んでもいいと思うんだけど。あ、ちょっと、よく見て、タスクの中。凍結弾薬モッドを使用してゾンビを50体鈍らせるって書いてあるよ。レベル2エリア行くか。いや、でもヘルハウンドも、いや、そっか、まあ、レベル2だね。ヘルハウンドはヒットでいいって書いてあるな。うん。あいつレベル2エリアでも柔らかいから。ヘルハウンドは柔らかいな、元から。ニューマガジンに変える。近くにスクワットいるな。いや、
あ、できてるできてる。あ、できてる。殺さなきゃできてる。あの、一発だけ当てて。ああ。それで鈍くなるのを待てと。そう。そうね、確率で凍結が入るんだけど。それで。あ、いた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 。ああ、掴まれた。てか、この凍結弾薬もっと多分1試合しか持たんから。ゾンビの光線の回転率を上げないと。上げて。わ、脳死弾薬モッドはマジでいらんのよな。あ、何？お前にとてもいいものあげる。感謝の極み。あ、間違った。こんなすごいことある。たださ、俺降り立った時にファイヤーなんとかだっけ？ファイヤーなんとか、うん。そっちの弾薬モッド使っちゃってたんだけど、今これ書き換えになったかな？よくわかんねえ。知らねえ。知らねえ。これやっちゃおうぜ。魅力的な現象、ジオードにしか聞こえない。はい。みんなはここの地震計を知ってるかな？これを起動することでとても魅力的な現象が起こるんだ。魅力的だな。あれ？レーザーだ。こいつら本当に凍結する？あ、するするする。あの、確率 100% じゃねえ。待って、俺ゾンビ仲間になっちゃったし、邪魔くせ。え、なんか変なのいるんだけど。変なの？何？あ、あのゾンビを強化するタイプのボスいる。ああ、あれね。うん。あ、てかここ汚染地帯か。あ、汚染か。あ、やべ、俺マスクねえだった。あ、ここ、あ、こいつらなら凍結が効く。あ、よし。そうか、ここレベル2扱いか。あ、いいいい、凍結よく入る。ちょっと待って、ヘルファンドがいないね。ないないない。俺凍結効果これついてない説あるな。嘘。そっちさ、あの右下の武器のさ、隣におそらく氷マークか何かついてるよ、ね。あ、こう、氷マークはついてる。俺ついてないっていうか、別の、ついてない、別のモッドで書き換えられちゃってるかもしれん、これ。え、でも凍結弾薬モッド消えたんだ。もう消えてる。なんでやねん。これ やらかしたな。やらかしてるね。じゃあ俺がさっさと終わらせて貸し出すしかない。それ貸し出して効果って付与されんのかね。わかんないけど。あんまり自信ない。それは自信ない。まあ いや、じゃああなたはタスクを終わらせてくれ。うん、俺は契約を終わらせる。地震リフレクターを設置して、ステーションガード、サーバーを起動してデータをアップロードすることで、とても魅力的な現象に出会えるんだ。転送を開始するよ。傭兵が襲いかかってくる。おー、ちょ。あ、あいつそんな攻撃するの知らんかった。傭兵来るって。ちょ、傭兵来るって。ワンパンされちゃった。これで起きれる。え、何それ、神。待って、痛い。え、もしかして、そのフィールドアップグレード枠の、それってさ、起こせるの？そう、起こせる効果あるの、これ。神じゃん、それ。いや、俺もそれにしよう。だから、俺はこれでね、レベル3エリアに行った時にね、野良を起こしまくったの。ちょ、壊される魅力的な現象が壊される魅力的な現象が壊されるってマジで意味がわかんない。あなたのフィールドアップグレードって完全にそのゾンビと戯れ用だよね、うん。あ、そうだよ。あとアーマー欲しいときと、アーマー切れたときに。
これ近くにいないとダメなやつもしかして。いや違う、残り時間を待てばいいタイプ。 あと1分半。立ってきている。自己訴求。あ、マスク。わ、負け負け負け。負けけど。わからん。西こっち。西。西だに、なくに、木の音。え、全然西じゃない。西ってことにしとけ。ああ、登ってる。ちょ、マウスパッド足りんて。あ、じゃ、神ぐれ。魅力的な現象に出会えるまであと11秒ぐらいだよ。まだ終わりじゃない。さらに敵が来る。あ、まだ来る。長いな。オッケー。エーテル2。なんかいいのねっかな。なんか、あ、ウェポンレイド。なんかレベニーエリア。いや、いくら早いか、まだ。まあ、あと、金か。金半分貯まりゃ。まあ、でも俺今さ、うん、武器、エピックに強化したから、まあ、いけなくないけど、あんま1ないよな。うん、そっちしとくか。ないよ。車ある。お前マカロフに運転させるとかいい身分だな。凍結入んねえな。そろそろ行くぞ。マカロフに運転させる。あ、ちょっと待って。え、今なんか ストームなんとか倒したって出たんだけど。何、嘘。え、さっきのやつ、さっきのやつ。え、ちょっと見てみて。火力すごいな。あ、いいよ、ね、受けるだけ受けるわ。じゃあ、え、どこで死んだの。え、どこで死んだの。え、わからねえ。いいや、無視で。コンビが。これカーゴデリバリーだよね。ああ、そうじゃないの。オッケー。早い。車です。凍結入らん。後ろに続く。か、確定凍結じゃないもんな。そう。車両はどこ？こっち。最後、死んだな。何これ、助けてほしいときに座標を言うルールでもある。そういうルール。そういうルール。行くぞ。あー、死んでる死んでる死んでる。マジで。これさ、これハイウェイ行っていい？いいよ。オッケー。ヘルプって言われてもな。アイスリーってそもそも俺ら行ける場所か今。遠い。遠いよね。あ、抜けちゃったわ。オーバーヒートさせちゃった。
ああ、傭兵車両。これオーバーヒートさせた方が早くね。そう、実はそれね、オーバーヒートさせた方が早い。早く。なんで、その罠じゃん。到着。わあ、レベル2強化、エーテリウムクリスタル。マジか。マジか。これで、ガンロッカーに2つだ。楽そうな、楽そうな。エーテリウムステーションガード。ステーションガード。あ、簡単だ。あと、この家、なぜかプレイヤー3人いるけど。なんで。でもさ、このマップさ、今のところ、なんか、モダン2とかからの移植されてるエリアとか見つけてないよね。なさそうだ。あ、入らねえ。あの、ポポフタワーはあったけど。ああ、マジか。あ、マジか。てか、それはモダン3だもんね。うん、モダン3。おい、一緒のとこ来んな。え？魅力的な現象をミミズの目線で教えてくれるんだ。魅力的な現象しょうがない。だから地震リフレクターをすべて起動させるよリフラクターか。リフラクター。マジで凍結入んで。データが待ち遠しいよこれ傭兵来るからね、こっち。あ、ちょ、いて。ワンコーメン。仲間になっちゃった。あ、ちょ、いて。あ、入った、入った、入った。あ、シールドマジメンズ。シールドは足元打つべし。足元打つ。硬っ。傭兵を効率よく狩るためにサーマルがあるといいかな。やはりなんか降ってきてるって。こいつら降ってくるんだよニューマガジンに変える。こいつ偵察兵なのに近くに接近しすぎじゃね。あれ、おら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 、ちょ、何しとんの。知らんってそんなの俺ね、気づいたら後ろに二刀流のおっさんがおったんだそう、ああいうコマンダーもいるから。そう、あんま負け。ここやばい、とてもやばい。ナイファーやばすぎ。あいつ結構火力近いよ、近づいてこられたら。それよ。どっちよそう。同じ惜しいことし。え？ちょっと待って。今さ、空から降ってきた兵士。名前が対戦車って書いてあったんだけど。対戦車？対戦車。対戦車。対戦車。どう見ても傭兵なんだけど。何対戦車って？対戦車らしい。あれじゃ、その対戦車ライフルとかのそっちの漢字を間違ったね。全然違う。ああ、ていうか RPG 持ってるからあのそういう兵士だな。ああ。やばいやばいやばい。対戦車兵か。対戦車兵。スタングレネードを使う。何？ニューマガジンに変える。もうちょいでしょ。あれはさっき言ったスクワットの建物なんか
何襲撃を受けてるけど、なんか任務でもやってんのかね。なんだろう。あ、凍結来た。PHD フロップ。でもこれちゃんとさ、あ、やべ。それ何もついてない武器に使わないとダメじゃん。なんかそんな気がしてきた。心配だわ。本当は 1個しかつかない。上書きができないのかな、これ。うわい。ね。え、じゃあさ、ミステリーボックスでもないかな。うんね。あー、ここ。ミステリーボックスが必要なやつはいるか。まあ、いい武器が出てくれるか知らんけど。いや、別に、壁武器でもいいんじゃない。いや、まあそうだけど。せっかくなら、ね、下手にいいもの出ても困るだけで。いや、今回サブ持ってきてないからいいよ、別に。ついでにそれ受けてもいいよ。あ、これめんどくさい任務だ。いいや。バカが、むやみに撃つな。ねえ、こいつらまたスタック、ああ、られ。スタック傭兵。撃っていい？レベル2か。おい。あの車。入れ。ゾンビが倒れた。まあ、あいつら倒しても別に何もねえんだよな。まあね。で、傭兵コンテナ3個落ちるじゃん、あれ。あ、そっか。うん、やろう。クレイリー。こいつら、ゾンビに怯えてるぞ。まだ行く。あ、仲間に。どれどれ。荷台に傭兵コンテナが。いい武器入ってんならそれでもいい。あれない。あった。あ、武器入ってるよこれ。あ、マジ。 KVD なんとか。何これ、わかんない。まあ、じゃあこれでいいや。凍結。凍結。あれ？今明らかにヘルハウンドに凍結お見舞いしたけど、出入り進んでねえな。マガジン交換。下手に強化してもさ、なんかクリアできない。殺しちゃうんだよね。え、そうだよね。あの豆鉄砲に凍結をとつけるのが一番。あ、これでもね、割と こういう感じの武器だから。ああ、ちょっとこの辺から。あ、いた。え、これ明らかにヒットしてるけど。ニューマガジンに変える。ああ、進んだ進んだ。オッケーオッケー。進んでる。なんか判定がシビアなのかも、これ。ね、よくわかんない。ヘルハウンド波重ヒットだから面倒くさい。ヒットの、その、なんか、境目というか。ね、数打っちゃ終わるか。ならさ、俺、ショップが近くにあるなら、レベツアーマー買いたいな、せめて。ね、あ、金入った。ショップがね、ここにある。あ、これ貴様。あ、ここらね。あ、レベル2エリアのヘルハンドもちょっと、ま、柔らかすぎて。そう、きついな。今2発ぐらいで死んじゃった。この武器弱いからいけるわ。それパンチ武器やるべきじゃなかったかもね。ね、そう、それ、マジでそれ。アンデッドが一体減った。あ、てかやべ、弾なくなる。集中キラーんだな。
護身用にメインウェポンはレベル2パンチしとっかさせとっか、ね、この辺死の危険があるから。レベ2アーマあと1キル。ちょ、弾が落ちねえ。どうしよう。それは、うん、どうしようもねえ。あ、弾薬ボックスあるこっち。サンプレートアーマー買っちゃおう。あ、パンチではなく？パンチではなく。お前俺凍結して。俺あとゾンビは19体凍結でヘルハウンド9体よ。9体ヘルハウンド進んでんだ。1体だけ進んでる。いいな。まあ、これアクアパンチしてないし、この武器してない武器。俺終わったら貸そうかこれ。疲れるかもしれない。今回終わるか分かんないけどな。うん、あと時間まずいからもっとゾンビ湧くやつやり、あ、あれやら、あの脱出地点ってヘルハンド湧いたっけ。怪しいな。わかんこともないとは思うけど。ヘルハンドこうやってやっててもあんまり見ないんだもん。あ、ちょ、絶超たまなくなる。レベル2エリアの脱出とかない。あるじゃん。遠いな。うん、遠いけど、ね。車あるか、車。車あるな。乗り物があった。全然ワンワンいねえな。あ、ここ弾、弾。弾？あ、オッケー。ちょっと俺まだゾンビ終わってないから凍らせて。いや、俺もまだ終わってないんだけど。あと6体だ、俺。終わったかな。あ、終わんねえな。最後のマガジンだ。ちょ、弾くれ、弾。2体。あ、ヘルハンドの音。え、このヘルハンド俺の。はい、どうぞ。よし。よし。俺もあとヘルハン、あ、まだ。ヘルハンドで2発当てると死んじゃうから一発で入るのお祈りだわ。あと俺ヘルハンドで終わりだ。俺はあとゾンビあとちょい。オッケー。あ、いや、じゃあ俺やんない方がいい。キルを確定。ゾンビあと6体。あ？なんかプレイヤーいね？なんかいる。ゾンボスやってる。ボスやってんな。マガジンを変える。凍ってくれ。あのボスのとこゾンビいっぱいいるから良さそうじゃね？ちょっと待って。あとゾンビ何体だ？あ、オッケー。俺もあとワンコ。ワンコいる？ワンコはいない。俺さ、ヘリのとこでワンコ出たから割と怪しいよ。怪しい。怪しい。地道に探すしかないんじゃね？あ、そうなんかね。やべ、弾がね。あのボス倒したるか、うん、痛い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 。俺がヘイトを買えばいい。パワー買ってあ、痛い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 。こいつさ、ゾンビから体力吸い取ってる、もしかして。どうなんだろう、それ。燃えろ。あ、吸い取ってそう。ちょ、これ弾いくらあっても足りんわ。あ、なんか増えてるね。うん。そこら辺のゾンビは
処理した方が良さそうじゃねえ、あいつの近くのやつは。もしくは圧倒的火力であいつ撃つから。いや、死にそう、もう死にそう。オッケー、死んだ、死んだだけ。何も落とさんや。違うんよ、ワンワン探さんと。犬、犬出るときめっちゃ出てくるんだけど、ウェポンレイドとかを。ああ、あり、犬出るでしょ。すぐそこだ。まだ同じボスいいんだけど。マジかよ。あれ、なんか弱いぞこいつ。犬、ちょ、犬、視界に入って勝手に死んだ。あ、犬。おーし。待って、違うボス来てる。本当だ。インスタキル、あ、インスタキル取っちゃった。はい。これ凍結入らない。つかさ、俺さ、俺は俺で脳死もっとついてるからさ、ゾンビに犬殺される。かわいい。あ、今脳死と凍結が共存してんの。そういうこと。あ、待って、クロスボウあったんだけど。ちょ、ワンワン出た、ワンワン出たけど、待って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 、オッケー。あ、死んだ。あ、よし、待って、ワンワン、ワンワンいた。あ、死なないで。よし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 。どうだ、あ、ちょ、ダメだこれ。ワンワン柔らかすぎ。よしよし、まあ、ウェポンリード犬めっちゃ出てよくね、これ。ちょっと待って、ガンロッカー壊れね。ガンロッカー耐久あったっけ。あるあるある。あれ、まずだけじゃね。ああ、そっか。あれはまずだけ。進んでないだけだと。そう、進んでないだけ。これ、あれだ、もう。ウェポンリードが一番犬今んとこ出てる。え、じゃあさ、外出るか。これ進ませないように。あ、天才。進める意味ないじゃん。そう、犬を狩ることが目的なら壊れもしないし。あ、これは攻略法だわ。あ、犬、マングラー。あー、死んじゃった。犬犬犬犬。よし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 。ちょ、待って、俺仲間のゾンビ死んでくれ。お前なんで生きてんだよ。しかもこれ、これさ、あれじゃない、はい、あの脱出地点やるよりもこっちの方がよくね。お、気づいてしまった。ウェポンレイド進めないでこうやってやってるのが一番めっちゃいい。待って、俺ワンワン いねえんだけど。いやいや、やってれば分かる。多分。動く死体しか来ないんだけど。ガンロッカーの新着ゼロになってるのさ。一生できるじゃん、これ。そっちあと何体犬。ちょっと待ってね。あと5。あと5か、長いな。何回、はい、あと9だよ、俺まだ。9。犬来ねえし。ねえ。ニューマガジンに変える。ボス来たもん。で、俺、プライマリーウェポンがさ、のしついてるからさ、うん、マングラーが仲間になったら厄介なんだよな。ねえ、厄介すぎるな。だからパンチしてない武器は使わざるを得ない。おお、マングラーだ。
犬わかなくなった。わかねえな。待って、あれワンマン来た。こいつ俺の。何どうだどうだ。あ、どうなんだ。よし、一体進んだ。ちょ、なんでティア3でもこんなめんどくせえのタスクこれはなんか特別めんどくさいわ。特別めんどくさいわ。ワンワンやたら柔らかいしよ。ね。あなたからもうちょっと離れた方がいいか。ニューマガジンに変える。かもしれん。ガンロッカパ、ガンロッカゼロパーです。ガンロッカゼロパー。やる気ないもん。ゾンビが倒れた。いいね。ちょっと建物の上登って見渡してみるか。何もわかねえぞ。わかねえな。じゃあちょっと一回進捗進めてみるわ。さすがに開けなさすぎた。脇上限。マジで来ねえぞ。来ねえ。なんか声はすんだけど。あ、てか俺何も考えてなかった。スティーム持って帰ってマルチでアンロックさせよう。そうよ、忘れてた。いねえな、ワンワン。あ、あ、いたーいた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 。あ、いや、遠くだけどね。あー、これこのウェポンレイドを終わらせて次のウェポンレイド行って。え、もう分かんねえんだろ。これが上にいるせいとか関係。あ、いた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 。マジ。つーか、もうタスクが残ってない説。待って、あの進捗、あーなのかな。うん、もうタスク全部終わってる。なんかね、高めの建物に行ってこっちに興味を示していないワンワン遠くから撃ってヒットっていう手順がいいかもしれん。だけど見渡す限りもうワンワンいねえんだわ。そんないない。あ、いた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 。ちょ、隠れねえんだよ。あ、もうあ、いて、あいて。エーテルツール。ちょ、ダメだ、俺まだ3体だ。あ、あれ契約、え、めっちゃ復活した。ああ、そういうわけじゃないか。マップ上に契約が見えてないのは、ね、あ、またウェポンレイドありますよ。オーケー。超近くにレベル2で。これさ、自分が武器につけたさ、モッドを2位で外すのも欲しいな。ねえ。これ、のしいらん。お、重た。だって、激重、キャラが動かん。レベル3エリアではのし役に立つんだけどね。まあ、いい感じになりそうだけど、低レベルいらない。そう。なんかパラシュートエリアあったわ。パラシュートエリア。え？行くぞ。ニューマガジンに変える。ヘルハンド湧いてますね。そいつはくれてやろう。
あ、いた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 、ちょっと遠くだけど、いた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 。凍結しねえじゃねえか、このワンワン。これワンワン。いて、邪魔くせえな、ゾンビ。これワンワン。あ、死ぬな。あ、でも今のでいいのか。よし。判定がわかんねえのよ。判定がわかんねえ。あ、これワンワンじゃない、犬。挟まる。危ない危ない危ない。とりあえずドリルぶっ刺すか。ここね、確かボスも来たと思うよね。マジか。マジ。犬限定で来てくれ、アンデッド。犬限定で。マガジン交換。いねえな。アーマーが足りなくなる。こんな障害物も何もないのになんでワンコーが湧かないの？あ、来た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 、あ、来た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 、急に3体湧いたけどみんな家の中行った。ちょっと待って、よし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 。あ、どうなんだこれは。あ、どうなんだこれは。ちょっと怪しい。これインスタキル出たけど、あれは取ってはいけねえ。これミスったな。ワンワン柔らかすぎな。だから透明で打たないと死ぬんだよな、凍結入る前に。この辺もしかしてワンワンのリスチだったりしないか。めっちゃ釣れてる。めっちゃ釣れてる。めちゃくちゃいいよ。レベル1ゾンビ混ざってる。あ、いた。いや、これ入ったかな。あー、ワンワン3体。え、いいな。だ、近いとこいつら、チャレンジ進まない。いや、もう。ちょ、これ成功してるかわかんねえな。進んだかな。よし、あと4体。お、めっちゃ進んでんな。早っ。いて、ちょ、やめろバカ野郎。あー、ワンワン来た。ちょっと待って。今のは厳しかったな。ワンワン。あ、一発で死んじゃったよ。頭に当てたらダメなんだって。さあ、あと3体なんで俺は。まあ、あと4体競争だな。負けるよ。じゃあ中ボス来てるし。お、あれ中ボスか。やべえ。やべえ。いで。あ、ワンワンいるけど、いるけども。よし。入ったか今の。進んでねえじゃねえか。進んでねえじゃねえかよ。マングラ死んでくれ。臭すぎる。あ、マックスアーモ。あー、ナイスすぎ。あー、まだあと4体か。
じゃあもうゾンビしかわかねえな。おお、やばいやばいやばい。あ、ちょうどやべ。これ使うと足早くに時間切れきちゃうな。これ今回厳しいんじゃね。あね、もう一回必要かな。もう一回必要だと思う。進んでねえし、だる。じゃあほんとハンドガンとか壁からゲットしてさ、やるぐらいしないとダメかだね。マジで激弱武器を使わなきゃ。うん、ちょっとさ、この任務だけやっちゃわない？とりあえず。うん、やるかじゃん。回収地点近いから大丈夫だ。オッケーオッケー。あとできれば俺3アーマー買って帰りたい。できれば。あるよ、ある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 。ここ。だい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 。あれ、入ってる。入ってる。すごい良すぎだろ。あー、どこに入ってるって言った。ちょっと待って。入ってすぐの角。これか。あ、すごい良すぎ。あ、じゃあワンワン。マガジンを変える。進まねえ。進まねえっていうか、このロッカーの近くにいねえとこの任務も進まないの。あ、いや、あの犬はもう諦めた今回は。犬犬や。よし、今の入っただろ。なに？よし、入った。あと3体。あー、並ばれた。ダルボス来たんだけど。はい。ディサイブル。あ、ディサイブル切るっつってなかった。ああ、仲間になっちゃった。バカじゃないよ、もうこれ。おー、お前バカ。何してんのマジで。ちょっとちょっと、何お前仲間になってんだ。ノーシュタイのやつ、お前レベル3いかねえときに一生もつけんだマジ。あ、進んだわデイリー。おお、あ、そう、今ノシでノシで仲間にしてもさ、時間経ったら死ぬからさ。なるほど。オーライ。あ、てかさ、この箱スティーム入ってるから持って帰る。スティーム普通にセッ、俺は解除できてるよ。あ、そうなの。俺は解除できてる。はい。ジョーカータックエム。ジャガーノグカン。ちょっと、俺どっちも伏せたら爆発するやつなんだけど。いらんて。いらな。これ何？デッドワイヤー弾薬。なんでそれ捨てたんだろう。まあ、いらねえならいただくぞ。うん、いらんいらん。どこだっけ？回収地点ここ。あれ下？下。だけど金余ってるからさ、ストリーク買ってこうかな。購入ステーションがあ、いいよ。なんかもう犬以外今どうでもいいわ。犬。何？あ、ちょ、あ、お前一撃でしょ。頭に当てたらマジでワンパンで死んじゃう。ほんとね。あ、いた。あ、ちょ、もう。なんでそっちにいるん、そんな。つかさ、ここレベル1だから無理だ、これじゃん。どっちみち。あ、そうき。なんかレベル2混ざってっけど。一応まだ汚染エリアでもダメだな。時間ねえわ。だから次はどっちかがもっと手に入れたら、もう弱いハンドガンか何かにセットしてやんねえダメだ。そうね。レベル1で快適に済ませて。それ。アストライクくらいしかねえな。まあいいんじゃない？金余してもあれだし。BO2 ゾンビみたいにさ、うん、金の貯金要素欲しい。ねえ、どっかにありそうだけど、DM セットみたいにさ、うん、貯金要素増えて
くれねえかなと勝手に思ってんだけど。なんか欲しいね。ちょっと待って、俺まだショップ到達しないのに呼びやがったな。呼んだ。いや、すぐそこだから。お買い物。これで優位に立てるはずだ。あと15秒。あ、待って、いらねえもん買っちゃった。とりあえずさ、要塞のキーカード買って持って帰るけど。あら、帰宅じゃ。あ、ちょ、まずやべ。おお、肉片が。あと2プレイヤーぐらいだな、帰ってないの。セスキンを習得。あと3なんだよ。あと3なんだよな。まあだけどこのレベ2パックアパンチのエーテリウムとかストックができるのはありがてえ、ね。ただガンロッカーの空きがな少なすぎるよな。20ぐらい欲しい、せめて倍。だけど脳死はマジでいらねえ。今回クソザコハンドガンがあるからこいつを凍結弾薬凍結ゲットしたらこいつに付与する。普段の戦闘もきつくね。それだけ持ってるやつも持ってきてるよ。バトルライフルのデイリーがあるから持ってきた。なるほど。あんこも適当なドリンク飲む。ステーションガードある。はい。俺らさっき帰った場所と同じやん。ねえ、なんかサイトつけたら感覚がキモくなっちゃった。まあいいや。あ、ジャンプパッドあるよ。ジャンプパッド。ジャンプパッド。うん、ワープホールあるよ。あ、くさ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 。さ？この建物臭いやつや。ちょっと。なんとなく破壊してる。いて。弾が足りねえ。ここの建物の中いい匂いにしようぜ。いい匂いにしようぜ。あ、ちょ待って、俺追い詰められてる、助けて。それそ入ったら追い詰められるよね。入ってこいよ。ああ、ちょっと。あ、オッケー。意外とこういうところの建物さ、コンテナの中にいいアイテム入ってたりするからさ、意外とね。まあ今欲しいものって生ゴミの匂いがする建物ですか。自己総切ってほしい。生ゴミよりひどいまである。生ゴミより腐肉腐肉。サンダーモットだね。これさっきパッカーパンチで初手やってたから使いやすかったけど、うん、パッカーパンチしてないストライカーない激弱。あ、ちょっと待って、知らないプレイヤーに契約取られそう。あ、取られない。あ、取られない、取られない。あ、なんだこれ、高度下げすぎた。
あ、出た、魅力的な現象だ。魅力的な現象。魅力的な現象。いや、ちょ、面白いんだよ。何、魅力的な現象。今ワンワン出ても地震リフラクターからデータを収集することでとても魅力的な現象に出会えるんだ。だけど傭兵がこれを破壊しようとしに来るから全部稼働させた後に傭兵から端末を守らないといけないよ。あの傭兵来るからよろしくね、こっち。うん。てか、このステーションガードなんで報酬3000なんだ？当たり契約。いまいちわかんない。ちょ、いて！アーマー巻き終わった後にフルアーマー来られてもな。あ、ちょっと、やばい。弾が足り、魅力的な現象が壊される。なんかマークスマンライフル落としたりしねえかな。持ってきてないんだ。お空から飛んできてる。あ、間違った、これスティーム。あ、ナイファーだ。盾が来るよりはマシだ。あ、シールドじゃ。これ。いや、距離が遠すぎる。上だ。上。あ、降りた。これ傭兵コンテナじゃん。馬。下に何かいる。え、あー、こっち。あ、立て。あ、こっちもいる。いや、もうこいつら足先も打ちにくいんだよな。今回スピードコーラー積んでないから、リロードが遅い。なんか甘せい。だーぶねえ。ちょ、リロードできてね。なんか今回の防衛長くね。長い。まだあと10秒もある。あれ？てか、ソロが近くで別のタスクやってるように見えるな、あれ。やってんのかな。オッケー。ああ。脳死かいよ。脳死はね、ガチでいらん。あ、これやる？これ、あの、トロフィー投げるやつ。これ何でもいい。契約回して凍結。あ、ちょっと待って、取られた。ああ、マジか。じゃ、バウンティー。ちょっと遠くなる。俺、車持ってくるわ。よろしく。どっちが早いかな。俺だな。あ、よろしくじゃねえってやろ。こっち、パルクール系吸血鬼だぞ。パルクール系吸血鬼。日光当たりまくってけど大丈夫。克服したんだわ。ヴァンパイアの思想かなんか。あ、道ねえじゃん。危ない危ない危ない。お先に着いちゃうぞ。え、道ねえじゃん、最悪なんだけど。先中着いちゃうぞ。それはね、そうだわ。こういう時に限ってワンマンがいるんだわ。
遠いなマジで。バイク。バギーじゃね？バギー。あ、バイクで思い出した。何？なんかね、ツイッター見てたらさ、あ、なんかゲーミングバイク。あ、そう、それ。あれしかも川の上走るしね。あ、マジか、水陸両用。多分列海を配合してる。列海を配合。異世界に飛んでく能力好きだな。川の先まで50メートル。あ、なんだ。あ、傭兵。傭兵車両。このバイク多分プレイヤーが乗ってきたの俺今パクったな。何したの？あ、ちょっと傭兵車両止まっちゃった。走り出し。あ、ちょ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 。傭兵。あ、待って。あ、俺抜かしてんじゃん。俺ゾンビ傭兵やってたの。やりながら先進んでたんだよ。いや、無視でいいわ、あいつら。え、マジ？ああ、待って、入ってるかもしんないか。やるか。そう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 。忘れてた。オッケーオッケー。わ、ちょ、お前な。オッケーオッケー。最低。いや、これが攻略法でしょ。三等軍曹、まだ生きてる。ちょ、長生きだな。ちょ、待って、このバトルライフル、ノーアタ精度悪すぎ。なんもねえ。なんもねえか。この箱なんもねえ。そっちはゴミ。やるだけ損やん。いや、入ってる可能性があるから。なんかさ、この X 銃にさ、うん、パックアパンチしたらグレポンタンになりそうなポテンシャルがあるな。ポテンシャル初期武器、それ初期武器属性ないから大丈夫。そう、なんか初期武器臭さあるよ。あ、マジ。あ、たまたま。あ、じゃもう精度悪すぎこれ。あ、ボスか。そう、ボスやらんと。SMG 弱すぎ。こいつか。こいつ。暴れるくんや。暴れるくん。これフィールドにスポーンするこの中ボスよりは多少硬くしてあんのかね。同じかな。そんな気はする。2倍。終わり。デスパーセプション、うん、あー、バックアパンチレベル1。え、使っちゃおう。なんかね、カーゴデリバリー、これ楽楽楽。あ、オッケーオッケーオッケー。凍結弾薬マジで全然出ねえな。傭兵コンテナに入ってるもんじゃ。あ、なんかラグい。ラグい。あ、自己素持ってる？持ってない。あ、じゃああげる。まあいい。あ、もういたのか。いたのか。あ、そうそうそう。ライオットシールド。あ、これ、レベル1ゾンビに対しては、うん、もはやインスタキル。もはやインスタキル。バトルライフル。こいつらなんで汚染されたガレージの中に居座ってるわけ。いただき、いきますよ。はい。
変身。これそんな遠くないよね。ちょい遠い。なんだ。なんかここまで緊迫しないヘリとの応戦もないな。別に気にするほどのものでもない。いやそう、余裕でデリバリーできちゃう。お待ちどう。ロケス弾薬を。あ、クイックリバイブ。クイックリバイブこれ結構良くない？体力が自動回復するまでに必要な時間が 50%短縮、味方を蘇生する時間も 50% 短縮。いい、レベル3エリアでは重宝しそう。今は使わなくていい。あドッグハウスあるな。エーテルスポア。このタスク、鬼門すぎる。それ、せっかく今、吐血モッドつけるのには最適なハンドガンあるんだから、早くドロップしてほしいんだけど。序盤、だるすぎ、タスク。なんか次のティアのタスク、ティア3の残りのタスク、早く終わりそうな気がする。ね、絶対これより早く終わるでしょ。見てないけども。てか俺デイリー終わったかな。あ、終わってた。あ、ボーナスデイリーが契約だ。ラッキー。あ、忘れないでね、これ。俺忘れがちだけどさ、設置した後のトロフィー回収できるからね。使い終わったら。まあ、俺今、6個持ってるから別にどっちでもいいかな。そうだね、箱見たらなぜかワンセットしかなかったもん。まあ欲張りだな。欲張りです。こんなの欲張ってもう何も嬉しくない。なんかこのタスクもそんな面倒かないな。場所によるけど、あのミリタリーベースで地面に埋まるやつが一番脅威だから。兵士、あれはマジであれクソ。前からそうだもん、あそこ絶対行かないよ。はい、終わり。シャッターブラスト違うんだよな。違うそうじゃない。欲しい時に出てくんね。エリミネートバウンティー。はい、今回凍結出なすぎ。出ないな、絶対次ファイヤー出てくるよ。凍結以外揃う。脳死も出てくるし。脳死も出てくる。せっかく今ウォールハックついてんだから、ちょっと調べよう。てかバックアパンチ、あ、そっか、俺レベル1やってんだった。してんだ。あのさっき拾ったやつで有効にした。レベル1ぐらいならもう
すぐ使っていいかなって。ああ。だってしかも8時間ごとに作れるんだし。ずるすぎ。いや、お前も作れるじゃん、今も。あ、そうだ、そう。何を言ってんの ?8 時間言ったじゃん、さっき。そうなんだよね。なんだ、お前。まあ、スピードコーラ作れるのは私だけですがね。マウント取ってきやがって。ブラックオプス1の吹き替えキャラはこんなスピードコーラ飲んだらね、こんなこと言ってたから、スピードコーラでスピーディーにって言ってたから。まんまじゃねえか。まんまだよ。あ、こいつか。お、なんだ。サッカーパンチしたグレポン使ってっけど、そんなが、ね、あ、そうなの。うん、ああ、弱すぎ。あれ直撃は強いかもしんない。来い。ああ、ジャガノグ。デッドワイヤー。なんで？じゃあ、エリミネートバウンティ。じゃあ、もういて。ジャガノグもここで飲もう。ボケ作れ？ボケ増し。あ、てかさ、左下見て。目に見えて体力増加してるね。なね、アーマーより、うん、250だわ。そう。BO4 よりあるやん。だ。とりあえずポンすんだ、やめろ。そう、とりあえずポン。チェンジングマグズがね、うん、チンチンにしか聞こえねえ。は？吸血鬼だぞ、こっちは。チェンジングマグズ。頼むから日本語喋ってくんねえかな。あ、スライいるとこじゃん、ここ。あいつ倒しても何もね、大した。え、なんか、モッド的なの。わあ、お前、二度目だぞ、ここ。任せとけ。で、このフロアで、あっよいしょ。それで買わせるの？ああ、買わせてない。あっ、あの BO2 の B ベティの癖。こっちだ。いや、これね、上から行った方がいい。マジで上から行った方がいい。いや、てだから上から行った方がいいって言っただろう。おー、俺契約したない。いや、モッドとか押してくれっかなと思ったんだけど、なんぼだわ。イモスナがモッドなんて落とさんやろ。ねえ、これミミアーマーねえからフィールドアップグレードで回復しちゃう。まあ、いつもアーマーキラしてるな。そう、すぐアーマー、まあ、1個しかねえもん今。なんでなんでだろうね。まあ言うて俺も2個だけど。2個。ああ、精度悪い。なんか押しだけでいいや。2倍か。ダブルポイント。あ、死なない、カッコつけたのに。ちょっといい加減出て。凍結出ないと進まないの、タスクが。お願い。このままだとフィールドにあるタスクが先になくなってしまうわ。かもしれん。気を抜くなよ。HBT が建物の中かな。あー、そっか、ボスって言ってたね。おいおい、いや、終わった。いや、シャッターブラスト。デスパーセプション。なんでドロップしなさすぎ。
何あれ、タスク近くにステーションガードある。これ違うよね、関係ないよな。エーテルネストは違くね。違うよね。なんかパッと見凍結っぽいけど違う。困ったな。シャッターブラストいらんわ、捨てよ。防衛か。どこだ。あ、3カ所か。あ、地震計や。ああ、余裕余裕。これらの機械は EZ の地下の魅力的な現象をミミズの目線で教えてくれる。そう、魅力的な現象をミミズの視点で教えてくれるんだ。ミミズの視点。なんでミミズの視点って。あ、土の中にいるからってことか。そういう？いや、はましいよ。ミリタリーベース限定で。はい、送信送信。おお、上にいるのか。金ばっかり溜まっていくな。俺さ、レベル3エリアのさ、ショップちゃんと見たことないからさ。まあね、ないね、確かに。ただね、買い物に行くのも一苦労なんよ、あそこマジで。死ぬからね。はい、ミスった。よへ来るよ。あ、よへ、空から来た。いて。来た？こっち方面。いいな、抜ける。いや、サイト欲しいな、これ。もう縦なんか粉砕だわ。できてる。だって、しかもそれ回収できるんでしょ、弾。そう、弾回収できてる。それは熱いな。反対側からも来てんな。俺、反対見よう。とりあえずぶっ放す。とりあえずぶっ放し。ああ。あら、楽楽。あ、肉の塊落ちてる。犬小屋にさ、肉の塊っていくつ持っていくといいことあるわけ？うん、1個でいい。え、1個でいいの？うん。とりあえず持っとこう。その1個で、その肉のリアリティで仲間になる犬の強さが変わる。これレアだね、ただの。あ、じゃあ、レアが、いや、どうだろう。もっといいのあるかもしんないけど。まあまあ強いよ。まあでも犬小屋はそんなに点在してないな。あ、立て立て立て。どこどこどこ。やった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 。これさ、残り時間表示されないことあるのね。あ、そうなんだ。今表示されてないんだけど、俺の画面。俺もされてねえ。どういうこと？いてててててて。凍結弾薬もっとが欲しいだけなのに。出ねえんだよな。出ねえんだよ。さっきすぐ出たのに。めんどくせえな。傭兵は無限に出てくるしよう。うん。弾回収しねえからそろそろなくなる。じゃあ降りてこいや。オッケー。来い。なんでやねん。エーテルツール。もういらんよ、これ。未加工のエーテリウムクリスタル。いらんもんばっかり置いてくやん。ねえ、いや、ここにあるのあれでしょ、あの、守るやつでしょ。これなんだっけ？あ、違う。傭兵がうざい。3箇所向こうにするやつ。
まあこれも別に、まあまあいいか、パッパと片付ければいい、役割分担して。ちょっかい、これ凍結弾薬出たとしてね、やれる時間がもうあんまないね。いや持って帰りゃいいから別に。あ、そっか。うん、そう、お持ち帰りすればいいのね。そう、お持ち帰りしたらいい。いや、今凍結弾薬探すだけでいいよ、とりあえず。なるほど。シャネは、ああ、もう精度悪いよこれ。しかも普通に痛いし、こいつらの攻撃死ぬんだわ。あ、びっくりした。死なないでね。うん、多分大丈夫。あれ、あの頭出しきつすぎ。オッケー、守って。この武器楽しすぎる。うん、傭兵系タスクには最適かもね。盾とかガン無視だもん。頼む、来ない。デッドショット大切り、あ、ランダム弾薬モッド。待って、デッドショット大切り、ちょっとね、俺いらねえんだよ、すごく。つか俺もバックがさ、バックがさ、これあげるよ、これ。ないない。エイムすると敵の急所にオートエイムするやつ。へえ。それうざいんだよ。じゃあ飲んじゃう。俺はいらん。俺はいらない。ちょ、金ばっか貯まってくんだわ。あ、バウンティー復活してる。やるか。どうすんだよ、こんな金ばっか貯めて。うん、うん。つか、ウェポンレードあるやん。俺がやりたいだけなんだけど。あれってか何、ってなんかない？え、これ、タレットだ。あ、傭兵の住処だ、ここ。ちょ、お、見えねえんだけど、敵。はい、楽しいな。もう画面揺れる。やばい。なんだ。なんか後ろからめっちゃ来てびっくりした。今、あんまり、マジでないから、めっちゃケチってんだよ。ああ、よ、傭兵の要塞のキーカードや。ああ、はい。待って、俺カウンター飛んでんの。ああ。こいつレベル2やん。要塞キーカード。なんだ。後ろ。せめて普通の武器使えよ。いや、ちょっとこれ今メイン武器じゃないもんで。そっか、タスクは消えやしないのか。ある程度経ったらまた復活か。多いね。頼むから、氷結じゃなくて凍結。氷結。エリミネートバウンティー、名ばかりバウンティーだ。バイバイ。ヒューライのゾンビはミステリーボックスにときめきがあったけど、今もうときめき消えたな、うん、ときめき。いや、まだレイガン出してないじゃん。でも持って帰れねえじゃん。まあそうだけど、どっちかというと略図欲しいんだわ、そうなると。あ、略図欲しい。あ、ちょっと待って、これ制圧しない？何それ、臭い、うん、臭いやつあるかもしんねえじゃん。ちょ、制圧ってな。おむつは消毒だ。あ、終わった。いや、これ最適でしょ。ちょっと待って、この箱ひどくない？ピンポイントでないやん。いや、何これ。そんなことある？
何これ、それ凍結だけないの凍結だけないの、信じらんない絶対凍結やらせてくんねえじゃん。ああマジでどうすんの。ターゲットの目星はついたか、つまりそのまさか今回はあれか、何の成果もありませんでした。ちょっと待って、俺敵が近いと弱い終わりー、来い、あ、来たー、来た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 、ナイスナイスナイス。ちょっと持って帰ろう、とりあえず。ちょっとゾンビ邪魔せ。何捨てようかな。シャッターブラスター、捨てる。もう今回この溜まった金で遊ぼう。レベル2ウェポンレイドとか俺がやりたいだけなんだけど。やる？ちょっとこれやっていい？先に。あ、いいよ。それやった方がいい、ね。まだ時間はある、うん、ただ回収地点が、あ、まあレベツエリアの回収地点行けばいいか、うん、そっちは手に入れてないんだよね。うん、入ってない。あ、オッケー。これさ、まあ武器1丁に対して、うん、もっと付与だから、まあ多分共有はできると思うから、次やるか。そうそう、ね、あ、じゃあ一応検証で今さ、うん、俺のグレポンにあの雷のついてみよう。ああ、一応ちょとりあえずちょっともっとし、もっとじゃなくてパンチしたい、うん、なんかこの辺の建物の中のさ、コンテナにありそうじゃね、うん、まあ確かに。え、グレポンちょっともらっていい？雷ついてる？ついてる。ああ、じゃあできる。はい、なんか結晶かなんかついてるコンテナ開けないと入ってないんだろうな。ただのダッフルバッグじゃダメだわ。やるか、あのゲーム。そう、なんだってレベツエリアの任務やりやね、略図が手に入るかもしんねえから。そう、いつもアーマー枯渇してるやんそうで、いつになったらアーマー切るの。来たわ、いつも裸じゃん。いや、マジですぐ甘くなる。なんかな、回収地点の配置がすごい不規則だな。いつもバラバラ。バラバラで、今回。等間隔で配置されない感じ。ね、なんか偏ってる。うん。あ、てか待って、セムテックス持って帰ろうかな。あ、セムテックス大事で。なんでゾンビをやらないとさ、こんなアンロック面、こんなめんどくせえ目に遭わなきゃいけない。レベル乾燥したゆえ。ゲーク拾った、OK。拾った。あ、こっちか。ソープやん。え、ソープ今さら。ソープって誰だ。え、ソープって誰だ。ソープって誰だ。あれ、これさ、レベル2で受けたけどレベル1エリアに行くんだ。うん、ダメ。なんかなんだって感じだよ。そういう場合の報酬ってどっちの使いになるわけ。分からん。エリア準拠の気するな、この現地の。
痛い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 。ちょっと待って、俺の画面だとドリル刺さってねえけど。ええ、嘘。刺さってねえけどドリルの音はするんだわ。多分あなたもこの家の中にいた方が進む速度倍になると思うんだけど。しゃあないな。知らんけど。こうなっていいならいいよ。まあ別にいいよ。なっていいな。俺はもう欲しかったものが手に入ってるから。まあまあね。ポン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 やかましいな。ポンポンポン。こんな楽しい武器ないだろう。でもさ、凍らせる系タスクがあったならさ、うん、違うパターンもありそうだよね。そう、あっていいと思うんだけど、今回たまたま順番がこういうのであったというわけで、うんうん、っていうか俺も凍結いらんからさ、俺が凍結ゲットしたらあなたのドロップ確率2倍で。そんなことある。ノーシーサンプレートいらない。ノーシーノーシー。あ、これエスコートだ。めんどくさいやつだな。めんどくさいやつか。まあ俺は今グレポンだから何でもいい。まあ近くにねえからやっちゃうか。どこ、あ、あれだ。マジか。それ弾無限なのずるいな。いや、もう拾えるから無限だもん。ロックのリズムで。起動。おお、ここは俺のせい。ちょっとごめん。あっ。あれ登れ。下手くそがよ。あ、お前帰るぞ、お前。帰るぞ、凍結出る前に。いや、どうせ貸し出してもらうから。ええ、じゃあキャッシュをもらおうか。キャッシュをもらおうか。100円ぐらい落としてやる。やべ、エイムが。やべ、ハンドガン当たんねえ。マングラーじゃん。マングラー秒で死んだ。もはやレベル1の中ボスなんでカカシですわ。ああ。そんなことやったらまたゲームフリーズしちゃうかもしれないじゃん。フリーズって。負荷かかって。っていうか、このタスクもなぜか3000だな、報酬。よくわかんないな。サイリスしたタスクは3000なのかね。ああ、その可能性ありそうだね。誰かがもうやってたから。まあまあいい。まあいてもな。いや、まあ俺は済ませられる可能性はあるけど。念のためにね。これ割ったら帰るか。
すごいやん、耐久がまだ 99% もあるじゃん。守護神がいるから今。これってマングラーに効かんよな。あ、死んでる。殺しちゃった。マングラー柔らけ。これ近くでデリバーカーゴやってるスクワットいるな。ヘリが今落ちてたの。出てるといいなあ。あ、ちょっと待って、またボスいる。スタンアップ、スタミアップめちゃめちゃ出る。俺はなんだ、あースピードコーラ。スピードコーラ出るな、そっちは。いる？俺ストックあるからいらんよ。じゃあもらう。エーテル通路として。はい。そこにピンス、中に入ったまま刺されても取れんのよ。これだるい。あ、これ拾わないでね。はい。あ、間違った、使っちゃった。バカじゃん。じゃあ、じゃあ、これいただこう。あー、帰るか。ああ、そう、車あるな。そう、レベニーエリアだっけ。脱出、脱出ね。今消えてるけど、これどこだっけ。あ、ちょ、ピンさせん。なんかボコボコじゃね、これ。まあいいや。ね、レベル2ゾンビには火力不足だな。まだいいな、このままで。ライト。今脱出直後だな。ああ、ああ、あらららら、ああ、ああ、もういいや、歩こう。あ、ちょっと待って、これ汚染コンテナ、汚物は消毒。あ、しかもモッド系が入ってる箱あるな。あるんだけど、こいつらレベ2ゾンビうぜ。あー、ちょっと待って、中に押し込まれた。ちょっとね、ウォールハックで場所見えてんだけど、あそこ当てれね。ここにある。あ、フルアーマー。ちょ、俺ゾンビ多すぎ。どう？あ、待って、これ右上にもあるやん。あ、まだあるぞ。まい、あとどこだ。あった、左下。待って、ゾンビいる。あった、あ、弾切れ。
弾切れ。あ、まだあるわ。どこ？とりあえず回収ヘリ呼んどく。うん。あ、終わった。どう？なんかあった？危ねえこれ。見れない。ゾンビ多すぎ。ちょ、やべえ、ゾンビ多い。自己ソ、シャッターブラスト、シャッターブラストのナパームバースト。凍結だけ出ねえんだけど、どうしたの？どうしたの？もうマジで。あ、じゃあ、ね、違うやつが脱出に来た。打ち放題。まあ俺はゲットしたのでよし。入る。じゃあもう画面がさ何も見えないそれ。あと2パイいるな。いや、ガンロッカー、これタスク進めてったら増えんのかな。それどうなんだろうね。今のとこなさそうだよ、ね、で増えるようになる。ああそれはありそう。今はなさそう。本当にレアなものしかストックさせておけないじゃんね。え、まあ。俺多分今、ロッカー入らねえんだよな。報酬側にしまわせてほしいんだが。俺も入らんからもう次の出撃でさっき持って帰ったの全部使うよ。のし捨てよ。まあ、ちょっともう9時過ぎてるんで、今日はこの辺にしますか。はい。はい。まあ、とりあえず凍結弾薬もっとゲットしたんで、次は進められるとして、これをクリアすると次のタスクが何なのか見てみるか。エネルギーバインフィールドアップグレードを使って、急に楽やん。お疲れ様でした。急に楽やん。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、また続きは今度で。お疲れ様です。